柴田を中心に安定した先発、今シーズンからストッパーに起用された田中幸雄の成功、打線では新外人ブリムワー・パットラムの期待に応える活躍、そして就任2年目の高田泉が選手に決定、投打が噛み合った日本ハムは4月8連勝を飾り、しかし5月に入ると日本ハムは打てない試合が続き、島田誠、古谷が不振、そして田辺の投手力も4月の勢いに、5月23日の対西武戦では負けない男田中幸雄が打たれ、打線は各に沈黙、田中が初めて敗北を喫する。この試合を戦い日本ハムはズルズルと交代することになる。そして6月には終戦戦から完全に脱落した。この日本ハムに代わって首位に立ったのが君たち、弱投と呼ばれた投手陣が頑張る、ベテラン柳田、今シーズンローテーション入りを果たした若い佐々木、小野、そして鈴木啓示の後釜エース村田、これら先発陣が雨にも助けられ確実に白星を稼ぐ。またリーグ1を実施する打線ではデイビス・栗橋が青口の加入により刺激され、主導としての役割を果たす。リードオフマン大石、その構想力、機動力が光る。さらに南海から移籍した和田氏、新井を加えた打線は一層強力なものになる。近鉄の開幕からの好調は小野、石本、この2人に期するところ大。入団3年目の小野はキレのあるストレートを武器にチェンジアップを織り交ぜた緩急のピッチングで前半戦12勝とし、ハーラーダービーのトップに立った。一方石本は前期の天皇弾ともいうべき対阪急戦で見事なストッパーぶりを見せ、自らもこの試合パ・リーグ対の4連続セーブを達成。この石本の活躍が近鉄の躍進の鍵となった。鈴木、加藤、有田らが最後戦力ダウンが懸念された近鉄だったが、かえって戦力を一新させ駆け抜けさせた。近鉄は前半戦4ヶ月を全て勝ち越す安定した戦いぶりで首位に立った。5月6月激しい首位攻防を演じたのが阪急である。阪急は出だしややつまずいたものの、昨年の20勝投手佐藤が期待通りの活躍、エース山田が順調に勝ち星を重ね打線も活気づいて、5月には7連勝を記録した。そして忘れてならないのがこのアニメ、その力投とパフォーマンスは春先の話題をさらった。打線では5月の7連勝中、松永、藤田、ブーマーがそれぞれ4、石峰が3、チーム合わせて17ホーマーを放ち、その破壊力を見せつけた。5月、6月、強打の噛み合った両チーム、近鉄と阪急が激しい首位攻防を繰り広げた。今一つ調子に乗れない今井に加え、この田波の佐藤が DH2 により一軍登録を抹消、投手ローテーションが崩れた。先発投手の不揃いは阪急の交代につながった。昨年の覇者西武は開幕からベテランの不振に悩む。14勝を飾った松沼兄が開幕以来4連敗と大誤算。
そして太田は1割台の打率に低迷、共に2軍落ちとなった。中軸となるべき石毛、田尾、そして新大臣ドドビッチの不振は周囲の期待を裏切る。そしてこの時期、西武はチーム打率、チーム打点ともリーグトップにありながらタイムリーが出ず、1点差になったゲームが多く、若手を育てながら勝つを持とうとする森俊監督、スローの日々。チーム状態の中で新人清原は初打席初ホームランで離れ技、40ホーマーが大きな自信となった秋山が本塁打量産体制に入る。怪我で調整が遅れた左のキーが工藤、安定感を増した渡辺、今シーズン先発ローテーション入りを果たした小野、リードで迎えた6回、ピッチャー東を待ったレイズ。東は得意とするピッチングは打者の胸元を突きのけぞらす、そして外角で勝負する、それである。東尾の5球目はその胸元を突くボール、
して高価格の出場停止処分。しかしデイビス以上にこの事件が囲碁の東へ、そして西部に与えた影響は大きく、ファン投票1位でオールスター出場の清原、第2戦 MVP に輝く。これが後半戦大活躍のきっかけとなった。オールスター明け、阪急が8連勝、2位西武に 0.5 ゲーム差と迫ったが、対西武戦に3連敗。新戦線から離脱。ペナントレースは西武近鉄の一騎打ちの様相を呈した。先発投手陣が総崩れの状態となった。特に前半快進撃の立役者となった小野が連続ノックアウト。疲れのためか単調なピッチングが続き、小野攻略の術中に構え、さらに先発投手陣が崩れ、石本が連夜の登板、スタミナ切れが心配された。好調の西武は8月25日対日本ハム戦、渡辺が完投勝利。西武47日ぶりに首位に。さらに8月29日の第7回戦では、秋山清原の AK 砲の爆発。特に清原は同点アーチ、同点二塁打、獅子奮迅の1連勝。さらに連勝を10とした西武はこのまま独走かと思われ、しかしその西武も9月3日の対ロッテ戦、ストッパーに回った東尾が連勝が続く。東尾の不振が続く。そして1位近鉄、2位西武、そのゲーム差2で9月最初の首位攻防戦を迎える。第1戦11対10で迎える最終回、近鉄阿口が劇的なサヨナラホームラン。またしても東尾が抜かれる。東尾はデイビス事件以来内角球が少ない自分のピッチングができない。第2戦西武打ち返し、5番清原が満塁21号。最後の天王山、ここまでの成績は1位西武、2位近鉄、そのゲーム差 1.5 で、第1戦近鉄村田がエースの意地を見せる力投。9回2アウトから石本がリリース、近鉄が4対3と快勝。さらに29号を放ち試合を決めた。
西武打線が抑える。西武の先発は東に代わって抑えに回った渡辺。近鉄打線の投手。結局両チーム譲らず1対1で引き分け。この3連戦両チームは1勝1敗1分けのタイに終わった。近鉄とも最下位南海の頑張りの前に思わぬ評価で両チームのマジックを消えた。6日近鉄が勝ち、ゲームのない西武を抜き1位。6日7日西武はロッテと対戦。清原の31号でかろうじて引き分け、勝ちある新人最多本塁打タイ記録である。西武は不調のエース東尾にその運命を託した。東尾はその期待に応え、このシーズンも生産するかのような飛躍のポッチング。この日近鉄を破り、西武にマジック2が灯す。近鉄が破れ西武が勝てば西武の優勝が決まるこの試合。清原は初回先制のタイムセーブ、まず1点。3回には岡村がバント、この回3点目を試合を打率の方も2割8分で6号で2号差ということで